皆さんこんにちは、アトリエリブラの高橋貴子です。本日は、開業前にやっておきたい3つのポイントということの前にですね、私自身のプロフィールについて簡単にちょっとお話をしたいと思います。私自身は現在ですね、横浜にあるパン教室アトリエリブラというものを主催しているんですけれども、その他に美容食学の講座を持っていたりとか、あと別事業でリプラスっていう電子書籍の方 のセミナーを教える講師とかもやっていたりとかしています。で、こちらの方のパン教室を立ち上げる前の OL 時代はですね、一番最初に旅行会社に入ってトラベルアドバイザー、その後は建築の方ですね、住宅全般を見ていくデザインするインテリアコーディネーター、その後はブライダルの方ですね、バンケットを全体プロデュースするバンケットのブライダルのバンケットのデザイナーということで、提案営業をずっとやってきました。で最終的に、新規事業部立ち上げということで、日本ニーダーというパンをこねる機械ですね、そちらの方の日本ニーダーに、事業部長として入社をして、で営業全体の、総括見てたりとかですね、あとはパン作りっていうのをそこで初めて経験しましたので、そういった部分と両方を自分でやりながらやってまいりました。で最後の方の会社のところでパン作りを学んで、パンをこねる機械をもちろん販売するっていうのはだったんですけれども、パンそのものにも興味を持ったこともあって、でそちらの方のパン教室で自分が自ら思うパンを教えたいっていうふうに思うようになりまして、パン教室を開業することにしました。で開業した理由っていうのはもちろんその思いを伝えたいっていうこともあるんですけれども、いろいろとこう皆さんが趣味とか、そういう自分自身が輝くために生きていきたい女性とか、そういうものを応援したいっていう気持ちもあって、それがパンなのか電子書籍なのか写真なのかとかいろいろあるんですけれども、それなのでアトリエリブラはいろんな講座を持っているんですが、そういう女性を応援したいという気持ちでアトリエリブラを運営しています。でそちらの方もまずですね、アトリエリブラを立ち上げようと思った時に、必要だろうと思われたことが、私が、パンのそのコネ機を販売している時に、自分自身の投資ももちろんあるんですけれども、会社の方でここを回ってあそこを回ってっていうことでたくさんの教室を回っています。軽く100は超えてますね。120か130ぐらい教室を回りました。でだんだん先生と親しくなってくると、いろいろな課題とかが見えてくるようになっていって、そこで聞いている課題が私が教室を立ち上げる時のイコールの課題になるっていうことが私は回っている時に分かったんですね。でその課題を先に、自分で先回りしてやっておくことによって教室開業がスムーズにいったという経験があったので、それで皆さんに今回お伝えしようと思って伝えています。でこれから3つのですね、準備しておくといいと思われることについてお話をしていきたいと思いますので、次回からお楽しみに。